挑戦する、これが新しい真のボスってことかな。お、夕日に向かって剣を掲げる。何が来るぞ。何こいつ、ラディアンス。これがラディアンス戦か。どこどこどこ。お、攻撃、あ、いった。いやー、こいつもダメージ2食らうやつか。待て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 、これは弾き返せない。光線、他の光線ね。はい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 、なるほど。待て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 、それは効いてない、それは効いてない。あ、なるほど、影で避けろってことか。こいつの当たり判定どこなんだ。顔か。あ、まずいまずい。あ、死んだ。え、待って、これってさ、もしかしてだけどさ、毎回ホローナイトを倒して、その後にラディアンス戦に行かなきゃいけない。うわ、これはめんどくさい、これはだるい。そういうことか。これはあれだな、しょ、これは配信内に終わらせられる気がしないな。くそー、これいけるか。ではいけるかな。あれ、ノーダメでいこうと思ったのに。さあ、もう慣れたもんですよ。いや、でも強いよな。え、うっそ、意外と時間がないんだこれ。ここ。よし。あ、でもう始まるのね。うわ、待って待って。これは、もう速攻これで。できる限りこれでね。え、何この攻撃、知らない。この攻撃知らない。待って。痛い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 。え、待って待って待って。うわー、ちょっと、針の、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。これはちょっともしかするとだけど、もしかしたらね、夢の盾の方が強いかもしれない。なんかいろいろ飛んでくるからさ。ここだ、よし。で、問題はここだ。え、マジこの BGM かっこいいよな。うわうわ、待って待って、マジで待って、横から来るのは知ら、横から来るのは知らない。横から来るのは知らない。あ、待って、横からは知らないんだってば。うわ、ちょっと待って。嘘、これでガードできないの？ちょっとね、これでガードができないっぽいから、ここら辺つけて、俺は逃げまくって、この、仲間たち、家来たちに攻撃しまくる。まあでも、節約した方が多分いいよね。多分、本当に、逃げながら、ソウルを貯めて、回復して、アビスでね、攻撃するほかないと思うんだよね。よーし。さあ、
とりあえず避ける練習をしよう。まずここで先手打つでしょ。うわ、これはね、マジ、こうやって、痛いなぁ。待って待って。あ、これは、待って、次は何？あ、これ、意外と眩しくて見えないんだよね。これは、これで避けて地面に当てる。いや、違う。あ、違う。あ、はいや。やば、何これ。問題はここよ、ここ。とりあえずここで先手2回与えて、いやマジこれ強っ。ここで与えた後、これは回避で避けて地面に当てさせる。危ない。よしよし。あ、逆。ここで回復。あ、待って。ちょっとタイミングがずるい。よし、回復したけど、そうそう、奇数の回復だったら意味がある。偶数の回復はマジで意味がない。あ、くそ、やばい。ここで回復して、あ、そう、2、4、5、俺の体力が8っていうのが良くないよね。よっしゃ、次だ。ここで先手必勝アビスを2発当てた後に考え、いた、よしよし。これはこれで回避するでしょ。うわ、縦か。今度は縦はまあまだいけるかな。よし、これでよくて、ここで、うわ、ちょっと早すぎたか。これはこれで床に当てて回避するでしょ。こ、よしよしよし、いった、気づかなかった。縦をこれで回避して、剣はギリギリ、うわ、その場所は無理よ。いやー、間に合うか。間に合ったけど、よしよしよし。あ、剣、これは避けるけど剣が間に合うかどうか。これいける。ここで回復してギリギリ間に合って避ける。縦の剣は避けて、次は何の攻撃だ。これと、うわ、間に合わなかった。まあまあまあ、でもパターンはなんとなく。グリムの子って超えるがどれくらいなんだろう。まあ、でも絶対さ、こいつ必要でしょ。一旦魔力の印を外してグリムの子持ってってみる。それで行ってみよっか一回。はい、もういっぱい仲間をね引き連れて、もうこれこそね王だよね。いっぱい引き連れてるから。さあ倒してくれ君たち。なんか結構早い気がする。グリムの攻撃力結構高い、もしかして。グリムの攻なんか早い、ここまで来るのが。ここ、よし、ソウルも結構溜まった。あー、痛い。まあでもしょうがない、当てるでしょ。で、攻撃はこれか。で、これは避けるでしょ。ここで避けれるでしょ。よしよし、いける。次は何。はい、避けるでしょ。あー、ちょっと間に合わなかったけど、ここで避けて、あー、ちょっと間に合わなかった。避けて、ここで、あ、待って、ここで回復できる、できる。回復して、あー、結構ちゃんと先端当たり判定あるんだね。で、次は？これは、これでね、避けまくるしかないんですよ。よしよし。で、次、うわ、光線か。回復1本入れて、痛い。でも1回復しても今意味ないからな。次の攻撃が何かによる。次の攻撃が何？これか。回復できる。いける。
いや、2回分はやっぱ欲張りか。ここで避けて避けて、え、ソウルがない、回復できない、これじゃあ。何次、え、なんか変わった、え、何何、なんか変わった、え、どういうことこれ、待って、なんか下から黒いものが近づいてきて、これ意外とグリム強い説、避けてるだけで攻撃してくれるからね。よし、じゃあラディアンス戦、レディアンス戦、ちょっと名前忘れちゃったけど、よし、あとはもう避ける、避けるだけ、攻撃はね極力しない。よし、攻撃はね極力しない。ちょっといけるかなって、本当にいけるかなっていうぐらい、あ、早すぎた。よし、いいぞ、回復しよう。ここで回復したら奇数だからね。私回復奇数じゃないと意味ないからさ、本当に。よしよし、いいぞいいぞ。あ、これいける、これいけるいける。よしよし、あ、クソ見えなかった、一番下にあったのか。あ、クソクソ、ちょっと欲張りすぎた。これはできないでしょ、これもできないでしょ。ここ回復いける、逆から来るのか、ちょっと間に合うか。よし、間に合った間に合った。で、これも回復できない、これも回復できない。で、これは避ける、あ、ミスった。いいね、もうグリムがめっちゃ攻撃してくれてる。これさっきと同じだよね。早い早い、いいぞいいぞ、避けて避けて避けて、回復できるかな、できたできた。あ、危ない、いけるか、いける。で、ここは回復しなくてよくて、回復、よしよしよし、グリムが強い、倒してない、待って待って、何これ何これ、倒したぞこれ絶対。何、あ、待って、夢見の首使えばよかった。これなんか下から迫ってくる感じ、あ、なんかやばいやばいやばい、消えた、え、違う違う、え、あー、なるほど、あ、待って待って、そういうことか、これは強い。ちょっと待って、これマジで届かない、敵に攻撃が、敵の近くに行かないとグリムも攻撃してくれないからな。待って、上はまずい、せめて下にいないと。え、ここか、回復できるね、ここ。あ、やばい、ソウルが足りない、偶数の回復は意味がないんだよ。おっと、あ、いいね、これ避けやすくなった。あ、でもこれもちょっと避けやすくなったね。うん、避けやすくなった。え、こっちの方が弱くない？正直さっきの方が強かったよ。あ、やばいやばいやばい、タイミングミスった。よし、正直さっきの方が強かった、めちゃめちゃ避けやすい、こっちの方が。ほら、うん、こっちの方が絶対受けやすい。ほれ、当たったかな、多分当たってないよね、こいつの当たり判定顔だからね。あ、待って、今どっから来た、え、ちょっともったいな、第二形態そんな強くない、形態とか第二ステージそんな強くないね、あっちの方が抜けやすいわ。やばい、あ、よし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 、これでホーネットが来て、あ、ソウル結構使っちゃったな。あれあれ、今当たったと思ったのに当たんなかった。よし、これ理想だね。そうか、頭、頭に当てないといけないのか、さっき胴体に当てたのかもね、もしかしたら。もう先手、先手2発これね。よし、これはここ、よしよし、もう大体は見切ったよ。
だからあとはもうグリムとこの子供たちの攻撃次第。これいける。あ、ミスった。外れちゃった。待って待って、ミスった。鼻かいてたら、鼻かいてたら外しちゃった。鼻なんてかいてる場合じゃないのに。いける、回復。間に合う間に合う、これは間に合う間に合う。もう見切ったから。タイミングとかもね、大体見切ったから。回復しよう。これ間に合うでしょ。これも間に合う。あ、これは間に合うと。はい。で、あとはまあ避けて、あ、ちょっと今のはタイミングが良くなかった。これちょっと間に合わないかも。ちょっとソウルもったいないけどね。回避して。いける。これ体力今、奇数？ちょっとそれを見てる時間はない。余裕がない。時間はあるけど。2,4,5 体力5だね。いや、ちょっとソウルもそんな多くないから、回復は後回し。よし。あ、やべ、ミスった。やっぱね、攻撃しない方がいいわね。よし。あとはもうこれをひたすら避けると。ひたすら避けながら、攻撃できるときに攻撃すると。よし。で、ソウルは残ってるね。回復しよう。よし。あ、もう一個回復しとこうね。よし。よし。よしよしよし。よし。これあれだな。雲落ちちゃうな。これ雲落ちちゃうのなんかあれだな。あんま良くないな。うわ。まだまだこっちの方が本当に避けやすい。次の攻撃はこれか。OK。これはこう避けて、これもこう避けて、どっちから来る？右か。よし。で、これか。うっそ、タイミングミスってる。やべ、ミスった。落ちたー。え、落ちても大丈夫なの？それは意外。落ちてもいいんだ。あ、ダメージ食らうのか。落ちていいんだったら完全に落ちて避ける戦法を取れると思ったけど、さっきはもしかすると無敵時間に落ちたのかもね。無敵時間に落ちて回復したみたいな。うーわ、ちょっと待って、回復できるだけ。あ、当たるよね、そこね。危ない。どっち？右か。いや、でもマジでタイミングがない。あー、近い。いや、やっぱ強いわ。10時までやります。10時までやって勝てなかったらちょっとね、配信外でやるかもしれない。そう、パッドが入れられるその裏側で。で、無言でね、戦ってもいいんだけど、無言ってさ、見ててつまんないじゃん。だからね、無言は配信外で無言で戦ってっていう感じにしようかなとか思ったんだけど、どうですか、それは。別に今見てる人がリアルタイムでいないから無言でやってもいいとは思うけど、それってなんかあれじゃない？よし。
さあどうだ、よし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 、いいね、いいダメージ入ったんじゃない？よしよしよし、あー危なーい、よしよし、いい避け、いい避け、あ、当たんなかった今、うわ、タイミングミスった、タイミングミスった、タイミングが難しいよね。おい、いった、見えなかった、見えなかった、今。回復いける。いやー、やっぱ 2回は欲張りだな、これ。よし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 。ここで、ソウルをね、まあ、できる限り。回復してで第二形態入る前に回復をすると、でここでまあ待ってれば来ると、で一発打ち込もうか、うわ運がいい、今やばい、タイミングしてた、あぶねえ。よしよし。届いた。意外と届くもんだな。いけるいける。届いてる届いてる。あー危ない。これはね。あ、逆だよ。これはまずい。回復して、ちょ、5で止めとこうか。あ、次回復しよう。いける。1。7だね、これで。うわ、あれ下から回ってくるのか、強いな、下から回ってくるのか、いける、避ける、よし、いける、よし、いいぞいいぞ、これもいける、避ける、これも避けて、よしよしよし、いいいいいい攻撃だったね今のは、よしよしよし、次向こうか、避けて避けて避けると、ちょっとここはワンチャン、ここはね、いけるよ、あれは無理かな、この攻撃中はね、絶対にね、攻撃しちゃダメ、これは？よし、これもね、ワンチャン当てれるんだけど、むずいんだよね、よし、これは攻撃による、来た来た、これはもうアビスを当てる、よしよしよし、どこ、え、なんか、え、待って、第三形態来た、もしかしてこれ、待って、あ、上に行かなきゃいけないのか、マジか、すげえ倒したぞあれ、あ、なんか、なんか同胞、やばい、なんか黒い奴らが後ろにいる、ちょっとあんまり後ろ見れないんだけど、避けるのに必死で。いたいたいた。え？待って待って待って。どうやって戦う？どうやって戦う？お、倒した。あ、なんか来たよ。何こいつ。え？え？何？吸収してる？え、待って何？これが本体？自分の。攻撃？いけ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 。もう連打連打、いけ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 、お、倒した、あれでも俺がどっか行った、左下にいるのか、お、倒した、あれ封印がされない、
どうなってるの？あ、ホーネット。生きてる。あ、主人公の。どういうエンドなの？終わった。ホーネットが、ホーネット生存ルート的な感じ？まあ、結局、主人公って何なの？亡霊とか呼ばれてたけどさ。で、亡霊に仮面をかぶって生きてる的な。最後のなんかタコじゃないけどイカじゃないけどね、手が伸びて攻撃したのが多分本体というか、あれが本物、本性なんだろうね。いやー、でも時間内にエンディング見れてよかったわ。いや、強いね、グリムの子。もうグリムの子とクモに攻撃しまくってもらって、自分は避けて回復をして隙あらばアビスを打つっていう戦法が一番強いかもしれない。いやー、これはめちゃめちゃ面白かった。いやー、お疲れ様でしたっていう感じですね。で、まあ、このホローナイトだけだと、この3つのエンディングだけらしいんですけど、ダウンロードコンテンツを適用すると、新しいエンディングが2つ増えるらしいです。ただそこはとても大変そうなので、まあ見てるみんなが確かめてほしいなっていう感じですね。私はいつかやるかもしれないですね。でも配信はしないと思います。なんかめちゃめちゃ大変そうなので。はい。ゲーム達成度。あ、でもこれでも105なんだ。あ、変わった背景が。はい。ということで、ホローナイト、これにて終了ですね。いやー、正直、長かった。思ったより長かった。44時間やってるからね。45時間か。こんな長いもんだとは思わなかった。いや、でも、めちゃめちゃいいね、これ、このゲーム。いや、本当に楽しかった。